元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。僕は今目黒に来ています。スポーツトレーナーの桜井先生、そして新井先生に会いに来ました。今日はいろんな話をたくさん聞きたいと思います。番組楽しみにしてください。それでは行ってきます。大チャンネル、まずはランチしていきます。桜井先生です。こんにちは。新井先生です。こんにちは。今日はじゃーん、こちらです。インド料理のお店ですね。どれおすすめなんですか？このジェントルメンセットというやつ。いいですね。で、2種類カレーが選べて、はい、ドリンクセットがついてます。はい。で、先生どれでいきますか？俺はね、今日のカレーっていうのと、はい、野菜カレー。あ、いいですね。それでホットっていう、ちょっと辛めです。やっぱり。はい。先生、カレーの得意なんですか？得意ですね。新井先生はボリューミーなカレーのセットにしてます、はい、いいですね、はい、辛いの得意ですか？辛いの好きです。ああ、美容とか健康にやっぱり辛いの大事ですか？まあ、あの発汗作用があるので代謝は促されます。なるほど、終わりました。じゃあちょっと自分もちょっと背伸びをして、あんまり得意ではないんですけど、少し辛めのじゃあホットぐらいをいっちゃおうかな。楽しみ。来たよー。すっげー美味しそうです。これね、エビ、あ、見えるかな、エビが中入ってるのかな。あとこっちもね、ココナッツのやつね、これちょっと少し辛めな感じです。どうかな、美味しさだな、ないも美味しさだなね。サラダもあります。いただきます。はい、先生何でしたっけ？今日のしめじとチキンと、それから野菜カレーですね。いいです。ちょっと僕は辛めにしました、ね。はい、色がちょっと違います。本格的ですね。サファリマイスのついてます、うん。じゃあ早速いただきます。いただきます。うん、美味しそう。でしょ。いいですね。いいですね。全然何でしたっけ？ひき肉と卵のカレーとバターチキンです。いいですね。いただきます。最初はサラダから。やっぱサラダからですよ。そうですね。はい、先生、野菜は結構好きですか？うん。しっかり食べて。サラダはガンガン食います。やっぱり食事のバランスが大事なんですよね。うん、そうですね。特にキャベツがお好きで、キャベツなんかは、はい、千切りキャベツなんかもガンガン食います。いいですよね、うん、はい、キャベジンですよね。うん、胃にも優しい、はい、いいですね。インド料理といえばね、このラッシーなんだよね。ラッシー、これね、イチゴ入ってるよ。甘め、でもね、美味しい。今日はしめじとチキンのカレー、ちょっとホットにしよう。うん、味わって結構辛い。辛い、美味しいです。美味しいですよね、うん、本格的に。冬のスポーツをやってたんで、辛いもので体を温めるっていうのが習慣になっちゃいます。元スキー選手ですからね。うん、あ、カレーは大好きです。いいですね。いい先生、サラダやっぱ食べてます、はい、サラダ食べてます。サラダ、野菜とかやっぱり食べますか？野菜大好きです。はい、先生はこのお仕事に就くにはきっかけがあったんですか？私はじめお客さんで桜井先生の施術を受けたんですね、はい、でその効果に感動して、あ、なるほど、どなたにも教えてなかったんですけど、はい、教えてくださいとお願いしたのが14年ぐらい前です。もう弟子入りのきっかけですね、はいはい、それで今こうやってね、一緒にやられてるんですけど、はい、いいですよね。人が喜ぶ顔ってやっぱり幸せですよね。そうなんです。あのマッサージしてお客様が気持ちよくなられたりとか、はい、若返ったって喜んでくださったり、はい、笑顔を見るのが大好きでやってます。そうですね、一番いいことですね、はい、やっぱりインド料理は手でいくという。すっげースパイシーな香り、これは最高だな。おいしい。タンドリーチキン、これおいしい。ちょっと辛め、体から熱いのが出てくる。うまいですね。はい、先生も汗かいてる。今日はね、ちょっと辛めなんで汗かいてる。この汗がいいんですよね。いいんです。桜井先生はご出身は柴又なんですよね。うん、葛飾区柴又で、それこそ帯釈天で、産湯使いじゃないですけど、境内で遊び歩いてた。あ、万博少年で、うん、はい、もう、境内で鬼ごっこしたりかくれんぼしたりしてました。桜井千里さんのなんか近くなんですよね。うん、浅草芸人の桜井千里さんが近くにいて、で僕がね、そこ行って遊んでる時に
千里の道も一歩からなんていう、ね、あなるほどね、うん、そんなことわざをもらいましたね。ご本人から名言ですね。そうですね。でもそういうことって大事ですよね。そうですね、うん、一歩ずつ重ねることですもんね、うん、そんなのずっと今でも守ってます。なるほど、いい話ですね。ニー、はい、先生は愛知県のご出身で、はい、はい、そうです。先生好きな言葉ってありますか？好きな言葉は、うん、願わば叶う。ああ、いい言葉ですね、うん、やっぱり願わないとダメですもんね。そうですね、うん、なんか今までそうやってなんか願ってきたこととか口に出して言ったことって意外と実現しているので、はい、そのままいけたらいいなみたいなことがあります。あ、いいですね。これで BS の自分の番組で紹介したんですけど、はい、いい言葉があるんですよ。サボれば錆びるってい, いいことでしょ。わかります。わかりますよね。やっぱり努力を重ねてね、毎日の積み重ねですよね。サボれば錆びるか、なるほどね。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。何やわ何やわ。改めて紹介させてください。リンパアクティベーション協会顧問でいらっしゃいます桜井裕二先生、はい、そして会長でいらっしゃいます新江真由子先生です。よろしくお願いします。美味しかったですね。はい、美味しかったですね。インド料理なんかやっぱ体が今もここは中から暖かくなる。そうですね、はい、間違いないですね、はい、今日はですね外の内容よりもなんか内側からなんか体の健康になるいいお話を聞きたいなと思ってるんですけど、はい、食べるものであるとか飲むものだとか。今日食べましたカレー、はい、ターメリックっていうのがあるんですけども、はい、よく飲みすぎ食べすぎでウコンっていうのを皆さん聞くと思うんですが、はい、ウコンは体の排出力、肝臓の排出力を高めます、うん、疲れた時やそれから飲みすぎ食べすぎで胃がもたれてるなっていう時にウコンを召し上がっていただくと内臓がすっきりする、うん、そして排出力が高まるので汗をかいた時に水分吸収っていうのもウコンの役目なので、だから暑いところでね、はい、ウコン、ターメリックっていうのが推奨されている、食べ物ですね、はいはい。先生、人間の体で絶対ここが一番大事だって場所はどこから？肝臓ですね。肝臓です。肝臓で筋肉の元になるエネルギーだったり、はい、排出力、疲れたっていう時に肝臓から、尿になって排出するっていうので、はい、肝臓は非常に大事なんです。ああ、なるほどね、うん、はい。で、普段は肝臓って沈黙の臓器って言われてるんですけど、はい、痛いとか辛いとか文句一つ言わずに働いてるんですけども、はい、そこが本当に黄疸症状とか肝臓肝硬変とか、脂肪肝になると本当に体のろ過機能が落ちてくるので、病気になった時に非常に治りにくい臓器ですね、肝臓は非常に大事にしていかなきゃいけないですね、はい、先生、骨格を大切に鍛えるとか、はい、筋肉を維持するとかそういう食べ物ってあるんですか？まあ、タンパク質が筋肉を構成するんですけど、はい、太陽に当たってビタミン D っていうのを体に吸収しないと皮膚とか骨、カルシウムっていうのを形成しないんです、はい、ですからある程度直射日光の日焼けは皆さんね、シミそばかすの原因になりますけども、はい、ある程度外に出て反射でもいいので太陽光に当たっていただくっていうのは非常に重要なことになります。じゃあ太陽から逃げてばっかりではダメなんですね。そうですね、はい、時にやっぱりちゃんと日に当たるとか。そうですね、やっぱ外に出てやっぱりそういうものをちゃんと体に入れることも大事なんですね、はい、そういうことですね。わかりました、はい。新江先生、はい、女性目線で、はいはい、体の中身から綺麗になるとか健康になるとかっていうお話をちょっといただけますか？はい、おすすめは大豆系なんですけど、大豆、はい、はい、女性ホルモン、男性にはちょっと遠慮の話かもしれないんですけど、はい、女性ホルモンが減少してくると骨粗しょう症になったりですとか、あとはホットフラッシュって言って、で急に熱くなってしまったりとかっていう症状がやっぱり年齢的にだんだん出てきたりするんですけれども、それを補ってくれる女性ホルモンの働きを良くしてくれるっていうのが大豆イソフラボン、うん、はい、っていう栄養素になりますね、はい、でなのでお豆腐ですとか大豆製品、和菓子だと小豆もいいですけれども、はい、っていうのをたくさん摂取していただくとそういったこととプラスになるので、はい、ぜひぜひ摂取していただきたいと思います。いいですね、はい、今日は大変ためになる話をありがとうございました。この後はちょっと施術もしてもらいながらね、はい、今は少し体をほぐしていただいてまた明日頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃ先生お願いします。はい、よろしくお願いします。コロナの影響で、はい、なかなか外に出て運動できるっていうのが、そう、減りましたもんね。減りますよね。はい、で大事なのはやっぱり定期的に自分の体を動かすっていうのはすごい重要なんですよ。はい、で人間の体って日々老化していくのがもう物理的に当然のことなので、はい、その老化は止められないんですけど、老化を遅くするっていうのはできるんですね。はい、で老化を遅くするためには新しい新鮮な体の、うん、エネルギーを補充しなきゃいけない、はい、それがね食事だったりお水だったり水分だったりっていうのがあるんですけども、どうしてもそのコロナ禍で外に出かけられないと、体を動かすことが減ってきて新鮮に保つっていうことはできなくなるんですよ。はい、でそうすると古い血液、古い体液のまま生活しなきゃいけないので、さあ動こうって言った時に体が重いってなるんですよ。なるほど。はい、うん、大輔さんはいろんなところへお出かけになってるし、それでも少なくともお歌を歌うっていう、呼吸をするっていうことで酸素を吸収するっていう力は強いので、はい、まだまだ老化をするっていう状況ではないんですけども、日々ね、体って変化するのでメンテナンスっていうのはかなり重要になりますね。はい、ですよね。あの両腕を肩を回すことをすると声が出やすくなるんですよね。はいはいはい、なるほど。胸が開くんですかね。そうですね。あの骨格って、徐々に徐々に硬くなっていくんですけど、はい、歌を歌う方とか空気を送り出す、例えば講演をするとか学校の先生とか大きな声で喋られる方って、はい、やっぱり声帯を使う方は肋骨が柔らかいんですよ。あ、なるほど。はい、で肋骨が硬くなると四十肩とかね、はい、ぎっくり腰とかね、うん、首の痛み、肩こりっていうのに発展するので、はい、なるほど。やっぱり酸素がすごい重要ですね。あ、で歌を歌うことはいいことなんですね。いいことですよ。だから皆さんも、あのカラオケでも大輔さんの歌を歌っていただくと、酸素供給をして四十肩五十肩ぎっくり腰にならない体を作っていただくっていうのがありますね。大輔さんの歌がいいですね。大輔さんの歌がいいです、うん、特にダンスのついたものはもっといいですね。いいですね。シェイクシェイクやっていただいて。わかりました。はい、はい、で大輔さんは肋骨は柔らかい、骨格は柔らかいのでぜひあの肩を上げるストレッチしていただいて、はい、背中の脂肪は減ったよね。あ、嬉しい。うん、背中の脂肪は減りましたね。ありがとうございます。うん、これ肋骨、あの大胸筋って胸の筋肉ちょっと痛いですね。あ、はい、結構きてます。嬉しい。やってもらってる最中ですけど、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。